マレーシア、マレーシア国の標語、バーセキュー・トゥバートムは、ムトユニティ・ス,ストレングス国家、ヌガラク中1、2007年より、マレー語から、マレーシア語に変更された。中2、連邦政府拡張者及び連邦裁判所は、プトラジャヤ移転。連邦議会議事堂は移転せず、法律上の首都は、クアラルンプールのままである。営業北ボルネを、サラワク、及び、 シンガポールのマラヤ連邦との統合を定めた英国マレーシア関係合意文書マレーシア法1963マレーシアは東南アジアに位置しマレー半島南部及びボルネオ東北部からなる連邦立憲君主制国家首都はクアラルンプールイギリス連邦加盟国の一つタイインドネシアブルネート陸上の国境線で接しておりシンガポール フィリピンと海を隔てて近接する。アセアンの一員。正式名称はマレーシア。公式の英語表記はマレーシア。日本語の表記はマレーシアあるいはマレーシアである。他にマレーシア、マレーシアなどの表記もある。また、連邦制国家であることに鑑み、マレーシア連邦とされることもある。漢字による当て字では、マレーニシアと表記し、馬と略す。 中国語表記は、雷西、バキタル西や、略称は、大、大馬。マレーシアとは、ムラユの国の意味だが、この、ムラユという言葉自体は、サンスクリット語で、山脈のある土地を意味する、マラヤドビパを語源としている。古代インドの時代には、公益省たちが、マレー半島を指す時に使う言葉であった。その後、7世紀の党の僧侶の議場による記録に、 現れるスマトラ島に存在したシュリー・ビジャヤ王国の多少村湯王国として継承され近代に入ってからフランス人の探検家ジュール・デュモン・デュルビルによってマレーシアという言葉が生み出されるもっとも当時は現在のマレーシアのみならず東インド諸島全体を指し示していたそのため現在のフィリピンが独立する際国名をマレーシアとする案もあったとされるが フィリピンよりも先に、マラヤ連邦が先に自らをマレーシアと呼称するようになり、現在に至る。詳細は、マレーシアの歴史を参照生態は立憲君主制である。特に5月13日事件以降、言論の自由、結社の自由などの制限が見られる。また、小選挙区制を取るが、都市部と農村部の間の一票の格差は、最大9倍に及び、 農村部の票が強い状態となっている。詳細は、マレーシアの国王を参照マレーシアの国王の官邸国家元首たる国王は13州のうち9州にいるスルタンによる5選で選出され、任期は5年。世界でも珍しい世襲ではなく選挙で選ばれる人気制の国王である。詳細は、マレーシアの首相を参照マレーシアの首相の事務所、行政府の長は首相であり、 国王は内閣の補佐を受けて行政を担当する。詳細はマレーシアの国会を参照マレーシアの国会、ブミプトラ政策も参照マレーシアは人口の6割をマレー系、3割をカジン系、1割をインド系が居住する国家である。居住の形態は伝統的にはそれぞれのエスニシティが集団で居住する形式をとっていた経緯があり、また、 政治の支持基盤も民族ごとであるという特色がある。与党勢力人民正義党、民主行動党、PPBM、国民信任党野党勢力のマイク、MCA、グラカン、マレーシアの政党も参照セグメントごとの支持基盤、S2 ィ間の対立を回避するために、国民戦線では S2 ィのリーダー間の協調が図られている。 先日の5月13日事件がその契機となった。詳細は、マレーシア軍を参照マレーシアの潜水艦兵力は、正規軍10万人、他に予備役が4万1600人。予算は2003年に20億5300万ドル。2003年より、マハティールの提唱で制定された国民法師制度が施行された。これは、軍への兵士としての入隊ではないために、 一般的な意味での徴兵制とは言えないが、国民の団結を図る目的で、抽選で選ばれた18歳の男女が国防省の管理下で6ヶ月間の共同生活を行うという内容であり、強制的に国民へ課せられる義務である。また、安全保障協定として、1971年にイギリス、オーストラリア、ニュージーランド、 シンガポールと5カ国防衛取引目を締結しており、各国軍との連携を図っている。また、マレーシア国軍とは別に、情報列州は独自の軍隊を持っている。急宗四国のイギリスや日本、オーストラリアなどと貿易を通じて密接な関係を持つほか、隣国である太陽国やシンガポール、インドネシアなどのアセアン諸国とも密接な関係を持っている。近年は中国、 韓国との関係も強化している。また、イスラーム教国であることから、中東諸国との結びつきが強い。なお、現在もイギリス連邦の一員である。ルックイースト政策も、参照隣国で一時は同じ国であったシンガポールとは、人種や領土、開発に関する問題、欧米諸国への姿勢などで、たびたび衝突しており、地理的、心理的に密接ではあるが複雑な関係と言える。 しかし、中国系住民同士の結婚は盛んである。また、マレーシアにとってシンガポールは最大の輸出先でもあり、輸入元でも第2位となっており、経済的な結びつきも強い。マレーシアは、東南アジア諸国としてはシンガポールに次いでか今日の割合が高く、中国文化の影響が強いために、中華圏扱いされることがあり、中華料理店がよく見られる。 多くの中国系マレーシア人が芸能人として中国、香港、台湾、シンガポールなどの中華圏で活躍している。近年経済対等する中国に対し、マレーシアは国内に住む華境住民とのつながりを活かして中国に接近している。ナジブラザク首相は就任から2ヶ月で中国を訪問し、1年後に訪日したのとは対照的であった。 中国も留学生の誘致に積極的であり、マレーシアの大学内部に中国語を学ぶ講師学院を中国政府の予算で設置、資格奨学金を設ける予定である。すでにマレーシア企業から社員向け中国語授業の依頼があり、これは中国とのビジネスのために高い中国語能力を企業が求めているためである。中国の存在感が大きくなる一方、 日本の存在感は相対的に薄くなっているとも言われる。マレーシアと中国は伝統的な友好国である。中国は近年、東南アジア各国が自国領としている南シナ海の島などを中国領土と主張しており、東南アジア各国と圧力を強めている。マレーシアも例外ではなく、中国はマレーシアの排他的経済水域にある。 ジェームズ省を最南端の領土と主張しており、中国の地図上ではジェームズ省は球団戦の内側になっている。マレーシアは中国と経済的な関係を重視しているため、フィリピンなどと異なり、中国の行動に安全保障上の懸念を表明することはなかった。2014年にはマレーシア軍は中国と初の合同演習を始め、2015年、 2016年も言った。2014年3月から6月にかけて、ピュー研究所が実施した調査では、マレーシア人回答者の71%が中国を好き、とても好きと回答している。同じ調査で、日本は75%とやや上回り、アメリカ合衆国は51%である。詳細は、日本とマレーシアの関係を参照。マハティール・ビン・モハマドと、 小泉純一郎対日関係については、ルックイースト政策を掲げたマッハティール政権、それを継承したアブドラ政権の下で緊密な関係が維持され、トヨタや日本航空、イオンなどの日本企業のマレーシアへの進出が進むなど密接な関係を築いてきた。日本がことあるごとに太平洋戦争の謝罪外交をすることについて、一体いつまで謝罪外交を続けるのか。 自信を取り戻し、アジアのため世界のためにリーダーシップを発揮してほしいと日本を励ましていたマッハティール首相は1994年に村山富一首相が来日し戦争を謝罪した際にも日本が50年前に起きたことを謝り続けるのは理解できないと村山の姿勢に疑問を呈した。そして1992年の香港国際会議場でももし日本中にせば マレーシアのような国はゴムを育て、鈴を掘り、それを止める工業国のいいねで売り続けていたであろうと表明するほど日本に対して友好的である。マレーシアの大学には日本への留学生向けの日本語コースが設けられ30年以上続けられている。奨学金は日本、マレーシア両政府が支給している。留学を終えて帰国した学生はこれまでマレーシア政府や 企業の中枢に入り、国を率いてきた。しかし、近年は日本語コースの定員割れが起きており、毎年応募者が600人を上回っていたのが、2008年には200人に減少した。理由として、中華人民共和国が経済的に台頭し、日本に対する関心があれば薄れ、学生の意欲と学力が低下したという意見もある。日本政府はこれに対して、 マレーシアの地方や各地の高校、大学生を対象にした日本語セミナーを開催2003年に合意された日本、マレーシア国際公開院も2011年にようやく開校し、マレーシアにいながら日本の電子工学や環境技術などを教えている。マハティール・ビン・モハマド時代、特に1990年代以降、同首相のユダヤ人に関する論評やパレスチナとの関係、 イギリスやアメリカ、オーストラリアなどの白人主体のキリスト教国に対する挑発的発言からこれらの国との関係が悪化したが2003年のマハティールの退任後は関係が回復しつつある。しかし国内でのマハティール路線はほぼ維持されている。アブドラ・バダウィ政権ではイスラーム教国という特色を活かして中東と東南アジアのビジネスハブを目指す戦略を掲げた。 実際にイランとの関係は良好であり、マレーシアはイラン人がビザなしで訪れることのできる数少ない国であり、また、マレーシア人もイランにビザなしで入国が可能となっている。さらに、パレスチナとの関係も良好であることから、しばしばイスラエルとは対立する構図になっている。このように、マレーシアは英連邦に所属しながらもいわゆる西側諸国とは一線を敷いた。 外交路線を取っており、現在でも引き続き継続している。詳細は、マレーシアと北朝鮮の関係を参照2017年まで北朝鮮にとっての唯一のビザ免除制度のある国となっていたが、2017年2月に発生した金正恩暗殺事件における対応を起因として、両国の関係が急速に悪化。同年3月には、 北朝鮮国民に対するビザ免除制度の停止や北朝鮮の駐在大使をペルソナノングラータとして詳細はマレーシアの地理を参照マレー半島地形図マレー半島南部とボルネオ島北部を領土とするマレー半島でタイとボルネオ島でインドネシアブルネイと接する領海はシンガポールフィリピンベトナムと接する一般的には マレー半島の部分が半島マレーシア、ボルネオ島の部分は東マレーシアと呼ばれる。東マレーシアのサバ州及びサラワク州は独立性が高く、他の州との往来はマレーシア国民であってもパスポートを必要とする。マレー半島部分は南北740キロ、東西320キロでキティワンサ山脈が走る。ボルネオ島のキナバル国立公園には ユネスコ世界遺産に登録され、マレーシア最高峰のキナバル山がそびえる。熱帯気候だが海に囲まれるため気温はあまり高くなく、湿度は1年を通じて高い。4月から10月の南西モンスーンと11月から3月の北東モンスーンの影響で、年間降水量は2500ミリに達する。マレー半島をカバーする産地はテナスセリム丘陵と呼ばれ、 北はタイまで伸びる。半島には南北に伸びる、東西2列の山地があり、東側はビンタ山脈、西側はキティワンサ山脈と呼ばれる。最高峰は東側のタハム山と西側のコルブ山である。詳細は、マレーシアの行政区画を参照クアラルンプール13の州と3つの連邦直轄領から構成される。 主要都市町村詳細は、マレーシアの都市の一覧を参照ジョホール州で、工業団地のレイアイ m F によると、マレーシアの2013年の GDP は3124億ドルであり、一人当たりの名目 GDP は1548米ドルである。2015年の一人当たり国民総所得は1570米ドルであり、 世界銀行による高所得国の基準である12,476ドルにはわずかに及ばず高、中所得国に位置づけられる。日本、シンガポール、香港、ブルネイなどには遠く及ばないものの、一人当たりの GDP が1万ドル以上という数値は、アジアの熱帯地域の中では珍しく高い方であり、東ヨーロッパのロシアやルマニア、クロアチアなどと同水準である。 イギリス植民地時代からのゴムのプランテーションや鈴の採掘、天然ガスの掘削など、特定の農作物や鉱物の生産が盛んであるが、マハティールビン・モハマド首相の指導のもと、従来の農作物や鉱産物の輸出、観光業に依存した体質からの脱却を果たし、2020年に先進国入りするとの目標、ワワさん2020を掲げた。 多くの東南アジア諸国が欧米列強の植民地支配の影響のため発展が遅れ、社会主義での失敗や工業化が進まない中で、マレーシアは約170年間植民地支配されていたにも、かかわらず日本を手本に工業化と経済成長を達成したことで、シンガポールと共に東南アジアの優等生と呼ばれている。しかし民族間での貧富の格差も大きいなど、 課題もある。このように中心国クラスの経済力を持つがゆえに、マレーシアでは人件費が中国やタイと比べて高く、日本企業の進出は頭打ちの状態が続いていた。しかし、尖閣諸島問題や歴史認識問題で鋭く日本と対立する中国でも経済成長によって人件費が高騰しており、タイでは洪水やサイクロンなどの自然災害や、 長く続く正常を不安が懸念されている中、近年ではマレーシアに注目が集まっている。マハティール首相時代に様々な分野において国産化を推進する政策を打ち出した。中でも国産車については、日本の三菱自動車の技術を導入した自動車メーカー、プロトンや、同じく日本のダイハツ工業の技術を導入した小型車メーカーのプロアを設立し、 政府の手厚い保護もあって、国内シェアの約6割を両者で占めている。また、アジアやヨーロッパ諸国への輸出も行われている。他にも、ルノーやデルコンピュータなどの外国企業の工場の誘致、港湾の整備、空港や鉄道などの各種交通インフラの充実など、主にインフラ整備と重工業の充実を中心とした、経済政策を積極的に行い、一定の成果を結んでいる。 特に近年はアジアにおける IT 先進国となるべく IT インフラの整備や国内企業への支援などをはじめとする様々な経済政策を推し進めてきておりインフラ整備が高く評価されてアメリカのデルコンピュータのアジアにおける生産拠点としての位置を確保したほか地元の関連産業が次々誕生するなど一定の成果を結んでいるその代表的なものとして 首都クアラルンプール周辺に建設された最新の IT インフラが整備された総合開発地域マルチメディアスーパーコリドーの建設が挙げられる。このマルチメディアスーパーコリドーには中核となるハイテク工業団地サイバージャヤと首相官邸や各省庁舎が立ち並ぶ行政都市プトラジャヤクアラルンプールの新しい空の玄関となるクアラルンプール国際空港 さらには、同空公式地内に、海一マレーシア GP も開催される、セパンインターナショナルサーキットなどが建設された。また、クアラルンプール市内では、20世紀までの高層建築としては、世界で最も高いビルペトロナスツインタワーの建設などが行われたほか、合わせて、各種インフラの強化が行われた。マレーシアの工業は、鈴ズの採掘が中核となっている。 イギリス領マラヤ時代に欧州資本が参入した。2002年時点の採掘量は4215トンであり、世界シェア8位を占める。主な鉱山は、ケダ州、ネグリセンビラン州に点在する。スズ以外の鉱物資源としては、金鉱、鉄鉱、貿易サイト鉱などが有力である。有機鉱物資源では、石炭、原油、天然ガスを産し、石炭以外は、 世界シェアの1%を超える。いずれもブルネー・ダルサラーム国に近いサラワク州北部の旋海から産出する。日本が輸入する天然ガスの約20%はマレーシア産である。ティオマン島のリゾート古くから世界的に有名であったペナン島などの他に近年ではボルネオ島やランカウイ島のリゾート開発などが行われている。これらの開発は かねてからの主要産業の一つであった観光産業の振興にも貢献しており政府観光局や航空会社との協力関係をもとに各国からの観光客の誘致に国を挙げて取り組んでいるリゾート地には以下のものがあるマレーシアは人種別に一人当たりの GDP が異なる2012年の統計の民族別の世帯平均月収は カジンは6366ンギインド系が5233ンギマレー系が4457ンギだった。カジンが最も豊かなのは、マレーシア経済において支配的な立場にあるためだが、ペトロナスやプロトンといった政府系企業においては、ブミプトラ政策の影響で、マレー系が独占的な立場を有する。ただし、円ン採用の状態化といった問題から、 すべてのマレー系住民が同政策の恩恵を受けているわけではない。結果として、マレー系コミュニティにおける経済格差は多民族と比較して極端に大きく、経済格差の規模は東南アジア最大である。都市部と農村部の経済格差問題もあり、マレーシア国内で月収が1000リンギー以下の世帯が全体の8.6%にあたる498,800世帯に、 上っているという。政府は2013年より最低賃金制度を導入し、低所得者層の収入の増加を図ろうとしている。マレーシアで有力な経済人は、過人系が圧倒的に多く、個人総資産額の上位の大半が過人系で占められている。代表例としては、政党事業で財を成したケリーグループを率いるロバート・クオックや、 パーム油関連事業を手掛けるイオイグループの最高責任者、リー・シンチェン、シンガポールに拠点を持つ、不動産業大手本業グループ総水クエックレンチャンが挙げられる。また、過人系実業家の多くは、シンガポールや香港と関係が深く、マレーシア政府との結びつきが弱いことに特徴がある。マレーシア企業でありながら拠点が国外にあったり、 事業の主要な収益源が海外である場合も少なくない。一方、マレー系実業家の多くは政府と癒着関係にあり、完成企業の主要役職を務めていることが多い。例えば、プロトン社長のサイドダイナルアビリンや、ペトロナス CEO にして、原油輸出に関する国営企業イートの会長を務めるシャムスル・アズハル・アパスなどである。インド系は外して貧しい傾向にあるが、 通信大手マクシスコミュニケーションズの買収に成功した投資家にして国内第2位の富豪であるアナンダクリシュナンのような例外も存在する。また、陰境の父とポルトガル系マレー人の母を持つトニー・フェルナンデスのような人物も存在する。詳細はマレーシアの鉄道を参照ラピドクルの地下鉄、マレー鉄道が大国境からシンガポールまで縦断しているほか、 クアラルンプール周辺では、高架電車や、近郊通勤列車、モノレールが整備されている。マレーシアでは、ペナンとバターワースを結ぶリニアモーターカーの建設プロジェクトがあり、クアラルンプールと、クアンタン、クアラルンプールとジョホールバルを結ぶ、時速350キロの高速鉄道建設プロジェクトも検討されており、マレーシアの鉄道は近代化し、高速化もする見込みである。 プロトの自動車イギリスの植民地時代から道路が整備されていたが、特に近年は都市部を中心に道路の整備が進んでおり、高速道路網の整備は非常に進んでいる。市街地では国産車、プロトンを使ったタクシーやバス路線網が発達しているが、一部整備状態の悪い車両もあり、またタクシーにおいては不当請求が状態化するなどの問題もある。 空港については、マレーシアの空港の一覧を、参照マレーシア航空国内の主要都市は、ナショナルフラッグキャリアのマレーシア航空や格安、航空会社のエアアジアなどの航空会社により、結ばれているほか、これらの航空会社が諸外国との間を結んでいる。特に東南アジアのハブ空港の一つとして1996年に完成したクアラルンプール国際空港は、 ヨーロッパとオーストラリアとの間を結ぶカンガルールートの中継地の一つとして利用されている。マレーシアの人々マレー半島は海のシルクロードと呼ばれており、中世の頃に中国、インド、中東そしてヨーロッパからも貿易商人が訪れた。三つの主要民族と地域の歴史が複雑に入り混じって並存するマレーシアは民族構成が極めて複雑な国の一つであり。 多民族国家である。単純な人口比では、マレー系、カジン系、インド系の順で多い。マレー系の中には、サラワク州のイバン族、ビガユ族、サバ州のカダザン族、西マレーシアのオランアスリなどの先住民も含まれ、各民族が、それぞれの文化、風習、宗教を生かしたまま暮らしている。マレー半島北部では、かつてパタニ王国が存在したことから、 同地域には、体系住民のコミュニティが存在する。ただし、これらの住民は、太陽国に自を持つ、マレー人といった存在であり、一種の政治難民である。もっとも、隣国同士だけに、一般的な人的交流も盛んであり、主な大都市に存在する、体系コミュニティは、上記の歴史的経緯と特に関係はない。他にも、先住民ではない少数民族として、 民族間における根血グループが複数存在し、歌人系の根血やインド系とマレー系の根血、旧宗四国などのヨーロッパ系移民とアジア系の根血が少数民族集団を形成している。歌協系住民、編集マレーシアの歌人の歴史は、主に、関東省などから防衛企業の移住者が始まりとされ、英国植民地時代には、鈴子労働者、 新朝崩壊後の政治難民もいる。歌人系マレーシア人の多くが話す中国語は、関東語や福建語、発火語、長州語といった南方系方言であり、中国本土で一般的に使われる標準中国語の普通話とは異なる。ただし、多くの歌人系の子女は、中華系の学校に修学し、標準中国語の加護を学び、標準中国語の加護と普通話は、 さえが小さいため、普通話との意思疎通は可能である。一方、プラナカンのように、中国語が全く話せない、歌人系住民も少なくなく、また、中国語での会話はできるが漢字が読めない、歌人系は多数存在する。ちなみに、かつて、マラッカ海峡を拠点とした海賊の末裔もいると、されるが、統計的に言えば、歌人系のカテゴリーに吸収される。歌人系には、 極少数であるが、イスラム教徒もいる。イギリス統治下において、奴隷的な立場で連れられてきた、賃金労働者の子孫も多数存在している。プラナカン、編集過人系の中には英語のみを母語とする家系が存在する。これら英語話者の過人系住民は、英国統治下の時代に、英国人として、海峡植民地において、支配階層を形成していた家教の末裔であり、 スズコ労働者などの労働者として移り住んだグループと区別してプラナカンと呼ばれる。その多くが急創四国に忠誠を誓ったため、故郷との関係が希薄となった。現在でも本土との関わり合いはほとんどなく、逆にシンガポールやインドネシアに住む過人グループとの結びつきが深い。例えばシンガポールの人民行動等は独立以前のシンガポール周辺地域における プラナカン系の民族政党という羊を持ち、現在でもマレーシアの歌人系政党と友好関係にある。ちなみにシンガポールの初代首相、リーク・アンユーはプラナカンの代表的な人物である。プラナカンとマレー人や英国人などの他の民族との根血のことをババニョニャと呼ぶ。いずれも歌人系であり、根血化が起きてからかなり経つ場合もあるため、プラナカンと ババニョニャの区別は曖昧なこともある。インド系住民、編集、隠居とも呼ばれることのある、インド系は南インド出身者が多く、マレーシアにおけるインド文化もタミール人の風習を色濃く受け継いでいる。ただし、かつてはアーリア系の北インド出身者も少なくなく、高い社会的地位を享受していた。しかし、70年代を通してマレー系の地位が、 飛躍的に向上したことから、富裕層であった北インド出身者の帰国が相次ぎ、結果として貧困層が多い南インド系が主流となったと言われる。現在はサイバージャヤといった地域で、ごく小規模だが、パンジャーブ人のコミュニティも存在し、弁護士、会計士などの職業についている者も,も多い。タミール系移民がイスラムに改宗したママックと呼ばれる民族グループもある。 ママックは、ママック・ニャングで知られる通り、インド系に横たわる貧困問題を背景として、マフィア化が進んでいる。ママックは、別称とされることもある。なお、マハティール元首相は、母親が、マレー系、父親が、インド南部のケララ州からの移民であり、マレー系であるのか、インド系であるのか、出自問題が議論されたこともある。根血系住民、編集ユーラシアンとは、 ヨーロッパとアジアを意味する少数民族のことであり、旧宗四国からやってきたヨーロッパ人とアジア系移民との根血系を指す。他に、ポルトガル系とマレー系の根血をクリスタンと故障し、これらユーラシアン系の大半はマラッカ及びペナン周辺に居住区を構えている。また、カジン系とインド、民族対立。 編集マレーシア史上最大の民族対立事件である5月13日事件以降、過人系とマレー系の対立構造が鮮明となった。詳細は5月13日事件を参照マレー系の保守政治家の一部が他民族が居座っている、または曲がり人であるといった趣旨の差別発言をすることがあるが、マレーシア建国時の協定において、マレー半島及び、 ボルネオ島の該当地域で生まれたすべての居住者に国民となる権利が認められているため正確な理解とは言えない。この発言にも見られるようにマレーシアは多民族社会とはいえその内情は必ずしも平和的なものではなく民族間の関係は常に一定の緊張をはらんだものとなっている。実際各民族の居住地域は明らかな偏りがあり、例えば過人系は ジョホールバルやクチン、ペナン、一方、コタキナバルといった都市部に集団で居住していることが多く、インド系は半島南部やボルネオ島西部の農村部、あるいは大都市圏のスラム化した地域に多い。唯一、最大都市、クアラルンプールのみが国全体の民族比率に準じているが、生活習慣の違いといった理由から民族間の交流はあまり盛んではない。 2008年には住民を基礎なしで無期限拘束できる国内治安法に対する大規模な反対集会が開かれ、翌年にも同様のデモが行われた。マレーシアでマレー語、英語、中国語、タミル語の看板公用語の名称はマレー語かマレーシア語であるかの議論が今も続いている。抗議のマレー語はインドネシア語などを含む場合があるため政府が マレーシアの国語としてのマレー語をマレーシア語と呼ぶことを定め、この故障が2007年より正式に使われているとの説を取る一部の学者に対して、憲法第152条の明記やら大学教育機関での名称を考慮して、あくまでも国語はマレー語であるとする多数の学者がマレーシア国内外に存在する。1967年まで公用語であった英語は、 現在は巡航用語として広く使用され、マレーシア語と共に各民族間の共通語の役割を担っている。英語を母語とするマレー人、カジン、インド人が多い。また、中国地方語の種類も多く、世界でも有数のマルチリンガルが多い環境となっている。近年、カジン以外も中国語教育が盛んで、少なくともホテルや観光地、 ビジネスでは中国語だけでことたりるほどであり、これは同じく歌人の多い隣国体とは大きな違いである。ただし、中国語がかなり話せても漢字はほとんど書けないという人も多い。プトラモスクイスラム教が国教であり、マレー系を中心に広く信仰されている。中国系は仏教、インド系はヒンドゥー教徒が多い。また、イギリス植民地時代の影響で、 キリスト教徒もいる。東アジアのヒースラム教国に住むムスリムは一般にマレーシアの見解に従うことが多い。なお、マレーシア政府は先住民族を原則としてムスリムとして扱い、イスラム以外の信仰を認めていない。しかし、実際には無宗教であったり、伝統宗教やキリスト教を信仰する先住民も存在する。 イスラム教徒と婚姻関係を結んだ場合、イスラム法の関係で、非ムスリムも必ずイスラムへ回収し、イスラム風の名前を名乗らなければならないため、ムスリムであることが法的義務とされる、マレー系住民と結婚する他民族は少ない。ただし、オラン・アスリと呼ばれる、先住少数民族は、登録上は、マレー人とされるが、必ずしもムスリムではないこともあり、特にサラワクでは、 歌人系との婚姻が珍しくない。なお、マレーシアにおいては、婚姻時、性が変更されることはなく、夫婦別姓である。マレーシアの大学も参照マラや大学マレーシアの公用語はマレーシア語であるが、タミル語と中国語、英語も教授言語となっている。小中学校では民族別に、マレーシア語、中国語、タミル語が教える学校によって異なって使用されており、 いずれの学校でもマレーシア語と英語が必修科目になっている。教育制度はかつてイギリスの植民地であったことからイギリスとよく似ている。教育制度は小学校6年、中等学校3年と高等学校2年、大学進学課程2年、大学3年から6年。マレーシア教育省は学問修了の国家的な試験を実施しており、小学校修了時はアプスア。 中等学校フォーム3で PMR、高等学校フォーム5で SPM、その後の高等教育家庭学年のローワー6にて STPM、アッパー6にて STTPM などの試験を受ける。複雑なのは、マレー系の小学校を修了し、アップスを受験した者は、試験の結果に関わらずそのまま、中等学校のフォーム1に進級できるのだが、中国系、または、 インド系の小学校の修了試験で、マレー語の科目で成績が悪い場合は、フォーム1に進級することはできず、1年の予備学年を履修してからでなければ、フォーム1には進級できない。フォーム5終了時の SPM 試験の成績優秀者は、新聞の全国版に大々的に発表される。公立の中国語学校は小学校までしかなく、卒業後は、一般の公立学校や、 私立学校に進むことになる。公立の学校の中には数は少ないが中国語を課外授業として選択できる学校や正規の授業として中国語を取り入れている学校もある。現在、課中は人気があるためアプスアの結果が良くなければ入学も困難である。中国系の私立学校は独立中学校と呼ばれ、マレー風の名前のつく。 私立学校の5年間の KBSM とは別の6年間の中国語を主体とした教育を行っており、そこに通う子どもたちは SPM、SP PMR の中国語版ともいえる独立中学統一試験を受けることになる。この試験は台湾や日本やアメリカなどマレーシア以外の国で高校の卒業資格として認められるため、卒業後は 台湾をはじめとする海外の大学に留学する子供の割合が多い。家境には教育熱心な家庭が多く、シンガポールに隣接するジョホールバルでは、より高度な教育を受けさせるために、指定をシンガポールに越境通学させる家庭もある。主な高等教育機関としては、マラヤ大学、マレーシア国民大学、マレーシア工科大学、マレーシア科学大学などが挙げられる。 詳細は、マレーシアの文化を、参照詳細は、マレーシア料理を参照なしでマイスラム国家ではあるが、ジ人や外国人は飲酒も、可能、豚肉も食べたりと非常に食の自由度が高い。特に、中華系移民の間から発祥したマレーシアでしか味わえない食べ物もある。中でも、肉骨茶は人気が高い。南国なので果物は非常に多彩であるが、多くが、 国外からの輸入である。マレーシアの食料自給率は高いとは言えない。有名なドリアンは最もポピュラーな果物の一つであり、屋台などでも容易に購入できる。マレー料理の代表として、ココナッツミルクで炊いたご飯に油で揚げた煮干し、ピーナッツ、ゆで卵、キュウリを乗せ辛いソースを添えたナシレマが揚げられる。インド系料理の代表として、ロティア、 土菜という米粉や小麦粉をクレープ状に焼いたものにカレー風味のソースをつけて食べる朝食がある。マレーシア人はよく魚を食べており、魚介類消費量は一人当たり年56.5キロと日本より多い。一方で、マレーシアの漁獲港は年を追うごとに減り続けており、世界自然保護基金はこのままだと、マレーシアの水産資源は2048年に枯渇するとしている。 詳細は EN ミュージック・オブ・マレーシアを参照聖王の現代音楽シーンとは関わり合いがなさそうに思えるが21世紀以降、タズルイ・ザンタ・ジュッディン、キー、ヨンチョン、アエノン・ジャエン、ルー、ジー・アービなどの新世代は海外で積極的に評価され国際的にトップレベルの水準に達していることで知られる詳細は EN スポーツ・イン・マレーシアを 参照国にはセパタクローバドミントンでは、ボンチューハン、リー・チョンウェイが世界で長く活躍するなど、大変盛んである。サッカーマレーシア代表も人気がある。詳細は、マレーシアの世界遺産を参照マレーシア国内には、ユネスコの世界遺産自在、蒸気祝日以外に、週ごとに、スルタンの誕生日を祝う祝日、タイプーサム、二月一日は、連邦領記念日が、 地域に応じた祝日となっている。祝日が日曜に重なるものは、翌日が振り替え休日となる。ありがとうございます。